のこのこの食べ方。まずのこのこは踏むことによって甲羅の中に閉じこもるので、これで持ち運びが楽です。これを鍋に入れて茹でると、暑さでのこのこが甲羅から出てきます。出てきたのこのこは捕獲しておきましょう。続いて甲羅の下の部分を外します。力ずくで剥がそうとしても剥がれないので、中心部分を押します。中心部分を押すことによって外側に力が逃げ、パカッと外れます。下側が外れた甲羅はスプーンを使って内側についた赤を取っていきます。赤が取れた甲羅を鍋でじっくりと100時間茹でます。すると周りの部分だけがふにゃふにゃになります。ふにゃふにゃになった部分を伸ばして畳んで、伸ばして畳んでを繰り返して麺にします。麺ができたら次はスープ作り。捕獲しておいたのこのこは体から力何まで毒です。唯一食べれるのは耳くそ。耳かきを使って出しておきましょう。残った甲羅はお椀になります。ここにお湯を入れて先ほどの耳くそを振りかけます。これでスープの完成。ここに麺を入れれば美味しそうなのこのこラーメンの完成。そのお味は、おしっこです。